先にですね、連帯の挨拶をしたいと思います。NGO 支店ネットの、長谷部さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私たち NGO は声をこの時きちんと出さなければいけないと思いまして、7月ですね、国際協力からなる NGO 支店ネットを立ち上げました。昨日声明を出し、安保法制には絶対反対であると、我々は廃案になるまで戦うという基本名を表明させていただきました。私自身、日本国際ボランティアセンターという団体でアフガニスタンに7年間関わっておりました。そこで見たのは本当に地獄です。我々の仲間はもうアフガニスタンから逃げたい、アフガニスタンに戻ってきたけども、もう未来はないということを言っていました。また今年イラクに行ってきましたが、今 IS の影響で1年間で200万人のシリア、イラクの難民、国内避難民が出ています。この2つの戦争はどこが起こしたんでしょうか。アメリカです。そして日本はその戦争に参戦をしていました。我々はこの反省もなく、この安保法制に突き進むことは間違っています。どうしてその失敗に気づかないんでしょうか。本当です、そうかもしれないね。シリアから何回でも一人で歩いてきた男の子もいます。家族で気の身気のまま数百キロに逃げてきた家族に今年春イラクで会いました。その戦争を起こしたのはイラクです。イラクで戦争を起こしたのはアメリカです。そうです、私たちです。我々それでもですね、今救助がある、そのことによってどれだけ日本の評価が高いか、まだ我々は踏みとどめる場所にあると思っております。憲法を守ろうじゃありませんか。我々の子供、戦争には絶対送りたくありません。アフガニスタンで米兵の人たちを見てきました。本当に気が狂いながら銃を向けてきた人たちにも何人も会っています。そして精神病にかかって社会復帰ができない米兵の方たちにも直接お会いしてきました。我々の自衛隊がそのようになって本当にいいんでしょうか。そうじゃない、まずいですよ。そうでなく、救助の精神を持ちながら忠実的な支援、そして紛争の当事者の間に立って日本は仲介者としての役割ができるはずです。そういったことを我々はやろうじゃありませんか。今日は戦いの始まりの日です。安保法制を廃案にするまで我々 NGO も戦い続けます。そして90人の精神に基づいた国際協力を我々は非軍事の立場でやり抜きます。これから頑張っていきましょう。一緒に戦いましょう。